うわ、怖っ、あれ。なんか赤色になってるんやけど。死んじゃう、死んじゃう。待って、ウラマジでやばい。地獄、地獄。あの月のせいだ、絶対。ほらほらほら。やばいやばい、二方向から。大谷翔平みたいになってる。はいどうも皆さん、こんにちは、いつおです。ということで、突然ですが皆さん、マイクラ都市伝説の、ルナムーンっていうの知ってますか？まあ、なんか夜になるとマイクラ月が昇ってくるじゃないですか。めっちゃ不気味な顔がついてる月が昇ってきて、でなんかワールドにいろいろ異変が起きるっていう都市伝説なんですけど、今回はね、それをちょっと再現したワールドで遊んでいこうと思います。まあ、とりあえず普通に昼間サバイバルして、で夜ね、まあ、いろんなことが起きるのに備えてね、ちょっとやっていくか。ちょうどね、いい感じにすぐそこに村があるから行くか。まあ、夜にね、何が起きるかっていうのはその日によって違うんすけど、まあ、敵がいっぱい湧いたりする場合もあるから、ちょっと装備を整えたいよな。ちょっとあさらしてもらって。人様のお家ですが。なんか武器欲しいな。誰か武器持ってないか？おい、なんもないやないか、この村。どうなってるんや。なんかよこせよ。自力で集めるか。しゃあなし。夜どんぐらいで来るやろ。太陽が、あ、真上か。やばい、もう一日が半分に来てしまう。まあ、どんなことが起きるかは分からんけどな、正直。まあ、何も起きない時もあるはずやから、気を集めましょう。とりあえずちょうどそこに良さげな洞窟があるんで、マジな方でやめてほしいかも。それ痛い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 。ちょうど耳に当たった。え、なんか燃えてね。どういうこと、どういうこと。あ、鉄あるやん。あるけど、あるけど怖っ。位置が盾さえ手に入ればもうこっちのもんなのよ、世の中。帰るか一旦。もう寄るよな。待って、なんか見えるぞ。うわ、待って、あっあっあっ、怖っ。やばくない、あれ。怖っ。あれがルナムーンか。めちゃくちゃ逆さ向いてるけど大丈夫？頭に血が昇りまくってると思うけど。うわ、めっちゃゾンビ湧いた。やば、ちょっと待って。一回寝ようぜ。おい、鉄フル装備。早くない？こんな順調なもんやったっけ、マインクラフトって。いや、ちょっと夜にならな、何も始まらんので、ちょっと夜まで時間を飛ばします。お、来た！来た！見て、これ。色が違う。クリムゾンムーン。やって。何やろ、何が起きるんだ。うわ、怖っ、あれ。なんか赤色になってるんやけど。待って、なんかおるくない。うわ、ウィザースケルトンとかおるんやけど。やば、これ月が赤いからか。え、やば、ネザーの敵とか湧くんや。うわ、やべえ。勝てるかな。ガードしても食らう。ガードしつつ、あー、このウィザー食らうのマジで痛い。ん、ガストの子。うわ、やば、ガスト湧いた。やばくない、あれ。あれ、やばいぞ。あの赤い月のせいか？この現実世界にガスト来んのはやばいやろ。村を守らないと。別で強いんかな？強そう。強そうやけど足遅いぞ。いた！いた！地味強っ！あぶね。ウィザースケルトンやばいよな。なんかすっごい声するんやけど。なになになに？どこの子？うわ、めっちゃ怖い、あの月。めっちゃガスト飛んでるし。ガストめっちゃ飛んでるんやけど、あれよ。やばいやばいやばい、村が。打ち返せ、打ち返せ。ほらほらほら。やばいやばい、二方向から。大谷翔平みたいになってる。二刀流しなあかん。そういう意味の二刀流じゃないと思うけど。あ、やばい。ああ！燃えちゃう、燃えちゃう。やばい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 。打ち返せ、ああ、やだやだやだ。村が。ほら、当たれ。当たらんか。当てんのガチむずいんよな。お、めっちゃ月見える。あ、これ当たるんじゃね。惜しい。ほら、これ当たるやろ。当たらん。これ当たれ。おい、ギリギリでかわす。あいつドッジボールうまいタイプや、多分。ドッジボールうまいけど。ナイス。あつ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 。うわ、ちっか。直接行こう。お前やめろ、村をこれ以上。よし、ガスト直で殴れることあるんや。めちゃくちゃや、もう。ほら、いた。無理なのか、これ。なんか後ろからも飛んできてるし。何が起きてる？全然、全然、あ、死ぬ。
死んじゃう死んじゃう、待って、ウラマジでやばい、地獄地獄、あの月のせいだ絶対、あの赤いルナムーンのせいで。おお、どうなった、どうなった、何何何、パチンコか、ほら当たれ、ナイス、あいつ、あいつに当てんの至難の技やぞ、遠すぎる、ああもうダメだ、ムラがちょっと大炎上大炎上、よっしゃ、なんとか乗り切ったぞ、あれ、いやーやべえ、あんな感じなんや、だいぶ大荒れやったな、なんかネザーのやつが湧いてたんかな、ブラッドムーンやって、血の月、さっきよりは赤くないけど、わー怖っ、見てほら、この隙間から、隙間から見えんの怖すぎん、なんだなんだなんだ、おーゾンビ、おー、こんなにおったっけ、え、こんなにおったっけ、ちょっと待ってこの量おかしない、こんなにいた、さっきまで範囲攻撃でちょっと、え、多い多い、これがブラッドムーンのあれか、ほら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 、強くね、もう声が重なってるもん、ほら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 、おお強かった、強かったというか多かった、もうちょいで夜が明けるけど、まあでもあれやな、ネザーのさっきの、さっきのやつよりはマシやったな、ゾンビいっぱいおったけど、なんか新しいやつ来た、なんだこれ、なんかでも色が、なんやろ、何色って言ったら、なんかちょっと体調悪い色してるな体調悪い顔が出てきたけど、ちょっと何これ、バッドオーメンムーンやって、え、なんか月がさっきよりも赤いし、なんか上に出てきたぞ、やばい、もしかして、あ、襲撃のやつかこれ、うわやばい、来てる、なるほどね、おいみんな逃げろ、うわ強そう、いける、おお、めっちゃリロードしてる、リロードめっちゃ待っちゃった、やれやれ、いいぞいいぞいいぞ、やば、こんな強かったっけこいつらって、えぐ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 、痛い痛い痛い、待って待って待って、こんな強かった、ちょっと頭を使って戦おう、ナイスナイスナイス、最強すぎ、マジでゴーレムのおかげで勝ってる、月やばくねこれ、ほらもう真っ赤やもん、マジでこれ一番やばい月かもな、くっそ強かったんやけど、あの敵、斧で、俺鉄振るやのに斧一発でガシャン減ったけど、やば、あ、リロードリロード待ったらあかんね、オッケー、オッケーオッケーオッケー、ちょっと こいつらどうして撃ちさ、こいつやばいねマジで、こいつやばい、いやー飛んできた、最悪最悪、飛んできて大ダメージ食らった、死ぬマジで死ぬマジで死ぬ、ちょっとあいつなんとかしよう、よし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 、こいつ倒せんのマジででかい、あ、撃ちすぎ撃ちすぎ、お前どうし撃ちとか気にしいねんのか、ショットガンなんやけど全員撃ってこい、よし、オッケーオッケーオッケー、いやこれマジできついかも、手に入れた弓で、ほらこれ強ない、なんかやばいの来てない、やばいやつが見えたんやけど、まあ、こいつ絶対強いやん、こいつ勝てんのかこれ果たして、いっと、いけいけいけ、ナイス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 、優秀、あやばい、村人が、おいやめろ、何、あ、ボスみたいなやつおるわ、なんか、ほらてめえ、よっしゃ倒した、これトーテムのやつやん、いっと、あーこいつやばい、こいつ手加減知らんやつや、手加減知らんタイプの人間や、痛すぎ、何を食らってんの俺さっきから、こいつは倒すまで終われへんの、えぐいって、いた、これマジで、これマジでどうやって倒す、クソ強いんやけど、ほんまに強い、ほんまに強い、ちょっと待って、これ無視してもいいか、あの斧のやつさえ倒せばいいか、よっしゃ倒した、倒したけど終わらんってことは、どこや、あと一体、夜が明けちまう、よっしゃー、え、まだレイド続くの
夜が明けてもまだレイド続くの。痛すぎ。無理無理無理。無理すぎるよ。もう何も持ってないって。やばい。終わりや。終わってる、ここ。この世界終わってる。無理。ルナムーンが来ただけでこんなことになるんか。